褒めるのが苦手な家庭、伸ばし上手な親がやっている声かけの心得3選。こんにちは。子供本来の力を見つけ出す見守る子育ての小川大輔です。子育てね、いろんな秘訣、気をつけたいこと、いろんなことをお話をしているわけですけども、最近ね、もうとにかくもう多様性の時代で、子供たちの個性を大事にしようって、それぞれの興味関心をに寄り添うようにして、それぞれの頑張りたいものを応援しよう、そんなことずっとね、もう10年以上でしょうか、大事だ大事だと言われてきている。でも不登校は増える一方っていうのはね、僕の動画の中でも扱っています。学校の先生もえらいことになってる、これもこの前動画で扱いました。教育の現場、子どもたちの育ちの現場、どうなの、多様性って本当に大事にされてる？むしろなんかすごくしんどそうな、幸福感に満ちた子どもの数がむしろ減っていってないかというのが、現代日本におけるですね、実感じゃないかなと思うんですよ。僕も親だから、やっぱり我が子のね、育つ環境のその周囲っていうのは常に気になるけど、まあ、どう考えても一人一人が育まれてる感がない。で、そうなってくると、まあ社会もギスギスしてます、学校も苦労していますよ、ぐるっと回ってきて、子供たち一人一人の自己肯定感を伸ばし、学習に対して前向きに、意欲的になってもらうのって、誰がどうするんですかって、やっぱ親に戻ってくるわけですね。親頑張るしかない、みんな忙しいんですけどね。忙しいけど、まあ頑張るしかないよね、というところで、今回は、こうね、褒める、特に褒めるという行為にこう焦点を合わせてですね、ちょっと褒めの苦手だなっていう方にも役立てていただけるように、伸ばし上手な親御さんたちが共通してされている褒め方、その心得3選ということでお話していきたいと思います。今日お話しするポイントは3つです。まず1つ目、学習に前向きになれる関わり方のコツ。ポイントの2つ目、褒めるのが苦手な人の事情。そして3つ目、伸ばし上手な親がやっている声かけの心得3選という、以上3つのポイントと、最後にはですね、この今回の話のまとめとして、見守る子育てのコツお話していきますので、ぜひ最後までご覧いただきたいと思います。でまず1つ目です。学習に前向きになれる関わり方のコツということなんですが、いくつかね、代表的なことがあるんで、1つ1つ項目を書きながらお話したいと思います。まず1つ目のコツは、積極的にコミュニケーションを取るということです。でこれは子供に限らずね、もう人間であればみんなそうなんですけども、たまにしか会わない関係よりも頻繁に交流を持つ、接触を持つことがある人の方が近しく感じる、かつその、関わり方、接触がポジティブなものね、明るいものであれば、その人に好感を持つし、またその人に触れることが自分自身の喜びにもなっていく、そういうふうな心の作られ方を僕らはしています。で特に我が子に関してね、日々の中でちょっとしたところに目を向けて、で声をかける、頑張っていることで、あ、そっかそっかと耳を傾ける、その一つ一つ、しかもそこに笑顔が足されていて、でそうやってどんどんコミュニケーションを取っていくと、子どもたちは自分が受け入れられている、分かってもらえている、応援してもらえている、そういう思いが湧いてきますから、学習ということについても自分の成長の喜びを感じられるものとして前向きに関われることができるわけですね。でこの逆でね、不安感があったり、どうも相手にされてないとか、大事にされてもらっていない、そういった対親に対しての愛情の欠乏であったり、その不安があると、やっぱりね、学習でちょっと努力が必要なもの、頑張ろうと思う、その力が必要なものになかなか気持ちが向かない、できれば遠ざけたいということにもなりやすい、ということで、まずコツの一つ目としては、積極的なコミュニケーションというのを挙げたいと思います。でポイントの二つ目は、目標設定と自己管理の支援ということなんですけども、学習というものはね、前向きに取り組んでいく際には、やらなきゃいけないんだからやりなさいと渡されるものと、この先にこういうことができるようになるし、ちょっと頑張ってみようかというふうに示されるのとでは、子どもたちはやっぱりその後者、こうなれるよと、こんな風になれたら嬉しいよねと、分かることが増えていくと面白さが全然変わってくるよと、このなれる自分、未来像、ビジョン、そういう言葉いろいろありますが、その目指す姿というものを示してあげて、そこに至る手段としての学習、学びということを、位置づけを示してあげると、あ、じゃあやってみようかな、やっぱここは一歩踏み出しやすくなるわけですね。でそれを、言葉を言い換えれば、目標ということを言うわけですよ。こうなれる姿が目標ですね。じゃあその目標というものをさらに細分化して、だから、1日5枚ずつプリントやることにしようとか、
1日に漢字5つを覚えたら次の日確認して忘れないようにしていこうといった具体的な設定をしていく。これが目標設定ですね。で、目標設定するだけじゃなくてプラスですね、自己管理、自分でその目標を一つ一つこなしていけているという子ども自身の達成感と行動できている自分への信頼を高めていくことを目的に、できるよねって決めたんだからやりなさいじゃないですよ。こう計画設定するともう叱る材料として、ほらやってない、ほらやってないと、このさあ怒れるリストが手に入ったぞみたいな使い方する人むちゃくちゃ多いですけど、違いますよ。計画設定、目標設定っていうのは褒める材料ですからね。できたよねを見せるためにあるんですよ。で、それを自分で、じゃあ今日はね、今日はママ手伝うけども、明日ちょっと自分でやってみようかと。できそうなことが出てきた時に本人に取り組ませてあげる。で、できたね、できたね。ね、詰まっていたらちょっと話を聞きに行ってあげて、どうしたのかなと一緒に考えて、またできそうってなったらじゃあ本人に委ねる。だって徐々にこの自己管理、自分でこの目標計画というものを実行できる応援をしていくという、この目標設定と自己管理の応援支援というのをセットでやることによって学習意欲というのは高まりやすいということが判明しています。そして3つ目のコツとして、間違いを認める環境づくり、これ結構大事なんですね。つまり間違ってもいいんだと、間違ったら直せばいいんだ、直すことによってできることが増えるんだ、よくね学習というもの間違っていいんだと、そこから学べばいいんだみんな言うんですけど、言う割には間違えた瞬間に顔がカッてなってる人が大体だったり、はとかね、なんでそんな間違うのと、そんなもできないのと、間違うことが悪だという大前提で子供に接している大人たち、親に限らずですね、先生という人種もそういう人多いですね。でもその間違えたら叱られる、間違えたらバカにされる、ダメだと言われる、それを幼児期にもし触れてしまったら、もうますます子供っていうのは頑張ろうとしなくなる、当たり前です。で、できるという自信があってプライドが非常に高い子は、何間違ってんのっていうことは、何クソだ、見せてやると、本当はできるんだってね、そこで奮起するということはあります。ある程度成長した後は、かつ実績を残してきた人はですよ。でもまずはスタートライン、また成長段階においては、間違えることに対してネガティブな反応をいかに返さないかっていうのは、やっぱりこの見守る側のコツで、そっか気づけてよかったね、ね、じゃあどこ間違えたのって、バツついたけどよくよく見たら、なんだ最後のとこ書き間違えてるだけじゃない、ちょっとここで気抜いたでしょ、最後まで仕上げるとこまで頑張るように次はしよう、出だしでいきなり問題読み間違えてるよね、2行目まで読んで3行目はほとんど無視していきなりしっかり書いたでしょ、分かったとか言って、焦らなくていいから全部読んでからやるようにしてみよう、もう一回やってごらん、ほらできた ね、間違いということを通しながら、自分の改善点や知識不足に気づいて、そこを強化することによってプラスが生まれた。ですから間違えた後、よかったねって、ここまでできるようになってよかったね、増えてよかったねという最後よかったねで終わるとこまで行くのが、この間違いを認める環境づくりということの秘訣になりますね。そしてコツの4つ目というか、これは大元ですけども、褒める、励ます、これ絶対鉄則ですね。学習意欲というものを高めていく上でも、褒めるという力、励ますという行い、特に親からそうしてもらえることの喜びというのは非常に大きいわけです。で、これね、僕あの本気の見守る子育て講座で、ごくね少人数の親御さん対象に、LINE等を使ったマンツーマンのコーチング講座をやっていますが、その中でですね、親御さん自身の自分の幼少期の振り返りっていうワークも途中段階で行くわけですよ。我が子の今を理解するためには、親の自分を自分が理解することも大事というところで、子供時代からの振り返りを一緒にやります。で、そうするとですね、子供に対してどうしてもこう過剰に怒ってしまったり、認めてあげれない、どうしても褒めてあげれない、苛立ちが先に立つと悩んでる方、まあ僕の講座には多いんですけど、その悩んでる方々の大体が親にあまり褒めてもらってないですよね、自分の親に。で、頑張れとは言われたんだけど、その頑張れはできなかったらダメだというプレッシャーとしての頑張れであって、君ならできる、あなたならできるから見てるよという温かに背中を後ろから押してもらえるような安心感を伴う頑張れでなかった方が多いんですよね。で、そうするとやはりどっかで常に不安感があるし、学習というものについても義務感で取り組んでるからこそ、自分はできるんだと、大丈夫だっていう
いざという時のその信頼する力になかなかつながらない。で、どうやって乗り越えていくかというのは大学とか社会人に出てから必要に迫られて、もしくは自分の目標が生まれたから一生懸命やってようやく自分の力で自分を認めれるようになったっていう方も多いんですけど、やっぱりこう幼少期からね、小学校、中学、そういった時期に親からの褒められる、励まされるが十分にあったかどうかって、ものすごく違いが生まれているわけですよね。というところで、やっぱりその学習意欲というところでは褒める。あなたのそのポジティブな行動というのを親として非常に好ましく見ているよと。大丈夫だよと。そういった姿勢、言葉というのを意識的にね、大事にしていく。まず鉄則だろうと思います。で、そういったね、その褒める言葉っていうのはさらに大事なことは、子供に自分自身を教えてあげるっていう効果があるんですね。僕はこれができる人だ。私これ得意な人だ。自分を教えてもらう。しかもポジティブに、プラスの言葉で教えてもらうと、自分というもののイメージが変わっていく。自分のイメージが変わり、成長していくと、次のチャレンジに動きやすいわけですね。で、このあたりの話、僕のこの動画の中でもね、逆の話としては、この叱り方について。褒め方じゃなくて、叱り方について、詳しくお話している動画もあるんで、ぜひ合わせてね、ご覧いただくといいんじゃないかなと思います。はい、というところで、ポイントの2つ目。褒めるのが苦手な人の事情。これですね、まあ、僕の本を読んでくださってたり、僕のね、フォローしていろいろと学んでくださってる方の中に結構な比率でお悩みとして寄せられるものが、この褒めるのがどうも苦手だと。褒めなきゃと思うんだけども、何を褒めてあげていいかわからない。というか、褒めてあげたいと思って見てるうちにイライラの方がすぐに出てくると。できてないことを見つける方がどんどん上手くなってる自分が苦しい。多いんですよ。もしかしたら画面のあなたもそうかもしれないですが、少数派じゃないですか。結構多いです。褒められないという悩みの方。で、じゃあその人自身の心の持ちようが良くないんですかって違うんですね。褒めることが苦手な人って、それはそれの仕方がない事情がある。で、どんな事情があるかを理解することによって、褒めやすい人、褒められる人に変わっていけるので、そのポイントをお話したいんですが、まず一つ目はですね、褒めるの苦手な人。代表的な事情は期待値が高い。自分に厳しいっていうこともあるんですけど、親である自分が自分に対して厳しい。で、我が子に対してもその能力に対して期待をしてる。これぐらいできるよねと。これぐらいできてもらわなきゃ困る。まあそこら辺混じり合うんですけど、とにかくその期待するラインがそもそも高くなってるので、子供はこれぐらいのことを頑張ってできました、できたのはよかったけど、まあ基準はここだからねって、褒めれないねって、ここまでできました、基準はここだから、これは褒めることにならないよね。できました。まあ、予定されてるから、これは褒めるわけにいかないよね。ここまで行ってようやくって、こんだけしか褒める要素がないと。ここを全然褒めない。みたいな基準設定をわざわざ高くして、そこに至らないと褒める対象にならないです。勝手に狭めてしまってる。そういう無意識の癖が働いてることが多いんですね。で、今大事なことは、学ぶ意欲、学習意欲を高めて、その子供の意欲づくり、応援を意識したときに褒めるを大事にしましょうねという話したわけだから、褒めてやるかどうかじゃなくて、我が子が前向きに頑張りやすい応援の仕方って何っていう、そっちが大事。ということは、わざわざ基準値上げる必要ないんですよね。で、ここのまず調整をした方がいいよっていうのが一つ目。で、今のその事情と関連するんですけど、親自身も自分が褒められてきてないから、褒めるということがどうもピンとこないと。なんか褒めれない。よくよく考えたら、自分褒めてもらってないもの。やって当たり前ってずっと言われてきた。お姉ちゃんだからそれぐらいとか、長男だからそれぐらい、お兄ちゃんそれぐらいとか、君ならできるでしょ。お父さんもそれぐらいできたんだから、お前だってできるだ。なんか、そういや自分褒められてないぞということに思い当たる人はですね、今の自分が当時の子供時代の自分のことを頭に置いて、その当時の自分に対して褒めてあげてほしいんですね、心の中で。あの時こういうこと実はやってたよねって、褒めてほしかったよねと。ね、お父さん褒めてくれなかったよね。お母さんなんか褒めない人だったよね。今親となった自分が思っても当時の君は頑張ってたよと。自分を褒めてあげる。で、そうすることによってこう褒められてこなかった経験をちょっと埋めてですね、欠落を埋めることによって、今目の前にいる我が子のさまざまな点を褒めてあげやすくする、自分の心の調整をするっていうのもぜひ取り組んでみられたらいいと思います。そしてあともう一つですね、褒めることが苦手な人の事情としてあるのが観察不足っていうことが、お子さんのことは実は見えていない、あれやらなきゃこれやらなきゃ、スケジュール、タスクはいろいろ頭に入ってるけど、よくよく考えたら朝起きてから寝るまでの
子どもの表情、仕草、見てるようで見てないよね。何かをやってやり終えた後の結果は見てるけど、取り組んでる最中そういや見てないよねっていう方結構多いですね。今忙しいし、皆さんねお仕事もあるから。で、まあ、褒めるっていうのは、まあ、その根っこには認める、あなたはそうだよね、これ頑張ってるんだもんね、それを見つけてそれを伝えてあげるってことがポイントなんですけど、そもそも観察してない、見てなかったら何褒めるんですか。褒める材料見つからないんですよね。褒めるところがないんじゃなくて、褒めるところを見つけるための観察が足りてない、ここも気づいた方がいい方多いと思いますね。ちょっと見てあげる時間を増やす、回数を増やすね、仕上がった後結果だけを見るんじゃなくて最中を見るようです。取り組み始める時の様子を見る、そういったところを少し意識されるだけでも褒めやすくなっていくと思います。で、このあたりね、関連した動画としてこの2つも紹介しておきたいと思うんですけど、で1つは上の子可愛くない症候群のママに届けたい言葉ということで、兄弟がいた時なんか上の子可愛くないっていうことに悩んでしまってる方、実はそこ事情があって、今の話と少しつながること言ってるんで、ぜひ見ていただければと思うんですが、もう一つは完璧主義度合いが高くてですね、こう自己肯定感がなんか高くなりにくいようなお子さんの様子を見ていて、なんとか励ましてあげたいな、勇気づけてあげたいなと悩む親御さんのために撮った動画があります。で、こちらもですね、今回の内容と非常に連動性が高いので、合わせて参考にしてもらえるとヒントたくさん見つかるんじゃないかなと思います。はい、ということでポイントの3つ目、伸ばし上手な親がやっている声かけの心得3選ということなんですけど、やっぱりね、上手に褒めて子供の自信を伸ばしている親御さんたちっていうのは、僕もねたくさん出会ってきましたし観察してきましたけども、やっぱある程度共通点を持ってる。で、その中でも特にね、おすすめしたい3つのポイントをお伝えしたいんですけども、1つ目ですね、具体的に褒める。これね、自分は褒めてるって、褒めてる回数は同じぐらいのつもりなのに、子供の受け取りがなんか違う、ここに A 君 B 君がいたとします。 A 君親は褒めてるつもりだけど、なんか反応が違うと。 B 君はいつも嬉しそうでやる気になってる、褒めてるんですけどねって A 君の親御さんが言う。そうだと、どんな風に褒めてるんですかって聞いてみたと、すごいねとか、できるもんねと、いつも言ってるんですとおっしゃる。確かに褒めてるんですよ。ただですね、何ができているのか、何がどのようにできたのか、どういう点を親の自分はすごいと思って、その結果どんな気分になったのか、その場面、その子のどういった行動を指してどんな嬉しい心が動いたのかっていう、そういう具体的な話をせずに、いつもいつもすごいねとか、やれるよねって、頑張ってるもんねって、できるもんねって、それだけの言葉で終わってしまって、これね結構多いんですね。褒めてるつもりで響いてない親御さんたちって、具体的な場面が抜けている、具体的な親としての感情が抜けている。これ子供、特に、未就学の子か小学校低学年の子たちなんかだと、何をどう言われてんのっていうのが、最初は嬉しいんですよ、すごいねって言われても。でもいつもすごいねって言われても、ん、何がって、でじゃあもう最初からすごいんだからいいとか、こう何もしなくても私天才だもんとかいうような方向にもう行きかねないわけですよ。でそうじゃなくて、やっぱ上手な親御さんたちって、今のポイント、今の取り組み、今もう一枚やってくれた、それがすごいよね、具体的な褒め方をされている、これすごく大事ですね。で、具体的に褒めてもらった子は、うわ今見てくれていた、は気づいてくれていた、そのこと自体がもうすでに嬉しいということで、ね、効果が変わっていくということを知っておかれるといいと思います。で、心得の2つ目は、素直な気持ちで褒める、ね、当たり前のように思うかもしれませんが、ついついですね、褒めて育てるって言葉がもう市民権を得てうん十年と、褒めよう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 、でいつの間にかですね、褒めることによって、こういうふうに言うと、この子はこういうふうに受け取って、こんな頑張りをするんじゃないか。口から出てるのは褒めてるような言葉に聞こえてるけど、頭の中にはうまいこと動いてくれている、思い通りに動いてくれている子供の姿が念頭にあって、もうなんか作戦のように言葉を使ってしまってる、頭でっかち子育てのご家庭も多いですね。でですね、まあ、対大人でも表面的なマニュアルを読んでるだけの営業の人なんて全然響かないじゃないですか、ね、いきなり電話かけてきても営業トークされても、まあ、ほとんどの場合邪魔でしかないですよね。決まってることを言ってるだけ、心は入ってないから。で、心が入ってないっていうのは、つまりこっちに対して関心持たずに自分の方の都合だけに関心のあるあの営業って本当に嫌じゃないですか。子供はもう大人以上にそのあたりはもう鋭敏に察知しますから、
正直な思いからにじみ出た褒め言葉じゃなくてですね、取ってつけた褒め言葉すぐバレるわけですよ。でやっぱりそこに本心ではない褒め言葉を言われた時に、それは子供はむしろ警戒をするし、なんていうかな、裏切られた思いを抱いてすごく寂しい感じになったりもするんですよね。なのですっごい激しくね、もうなんですか、タカラジェンヌみたいなこんな褒め方しなくていいんで、こうそこにいるんだから、大きい声出さなくても見えるんだから、そんな極端にオーバーアクションでなくてもいいんだけど、あ、今嬉しいな、あ、今のはすごいと思う、あ、そんなことできるようになったんだ、それ知ってるんだ、ふと浮かんだ素直な喜び驚きを伝える、素直な言葉を届けるってものすごく大事なので、ぜひ覚えておいてほしいですね。で、特にこう情報型でね、言葉というものが表面を走りやすい時代だからこそ、で子供たちもデジタルの刺激に周りね、いつもさらされてるからこそ、生身の本心からの言葉はすごく嬉しいんですよ。だから、上手な言い方じゃなくて全然いいから、正直に動いた心を届ける、そこは心がけてあげてほしいし、正直な思いを子供に届けるには親の側が一定のゆとりがいりますよね。自分の方の心がギスギスしてる時に正直に出てくるのがうっとうしいなとかはとかそれ正直に伝えたらダメージでかすぎますからね。ということで、やっぱり自分が穏やかであったり落ち着いていたり、ちょっと心の余裕がある、そんな時に素直に出てくる褒め言葉というのを渡してあげてほしい。そういった正直な言葉を届ける、これすごく大事なポイントですね。そして心への3つ目は、よく観察する。先ほども褒めることが苦手な人の事情として観察してないって話をしました。よく観察すればどういうことが起きるか、子供の取り組んでるそのプロセスに目が行きます。なので結果が出たかどうか、完了したかどうかという後から見て分かることじゃなくて、その途中途中のちょっとした心の動き、ちょっとした乗り越え、ちょっとした踏ん張り、以前だったやらなかった、もう一度頑張ってみる姿、そういった子供自身の小さなでも大きな意味のある努力というものを見つけてあげれるわけですね。でそこを褒めてあげる、ね、褒める材料が増えていくし、成長を実感できる、以前と違ってこれできるようになったんだね、この一言は子供にとっても、あ、成長したんだ僕って思いが持てる、ね、そういったことにも気づいてくれてる、ママは私のことやっぱりすごく思ってくれてるんだなって安心感を覚えられる。なのでよく観察するっていうところを心がける、いかに褒めるかの前に観察する、よく見るということ、これを意識されると全然変わってきますね。でさらによく観察すると、子ども自身が何か努力していたとします、でも今本人が納得してない顔してると、納得してない顔してる時に頑張ったねってこれ言うと、かえってこの子がプライド傷つくだろう、今これは下手なこと言わないと、こう頑張ってるんだねって、今取り組んでるんだねぐらいで、本人のやってることを見えてるよぐらいのことにしておこう。今ここは本人ちょっと嬉しいのに、今一瞬こっちチラッと見てで、こそっと隠して、あ、気づいてくれるのをちょっと内緒にして楽しみに待ってそうだ、これは精一杯今日褒めてあげると、相当に喜びそうだ、そういった子供の今の様子、ね、で本人が目的として目標として置いていること、そことの合わせで考えて褒めてあげるのか、認めるでとどめるのか、あえて流してあげた方がいいのか、そんな判断もできていきます。そうすると子供と心の通じ合いが出てくるから、褒めてほしいときは自慢をしにね、報告をしてくれるようにもなってくると思います。はい、ということで今回はですね、子供の学ぶ意欲というのを高めていくための関わりで、その中でも特に褒めるということに焦点を合わせてお話をしてきたんですが、今回の見守る子育てのコツお話したいと思います。それは、子供を操作しようとしない、自分の関わりでうまく都合よく動かそうとしない、これですね。子どもたちはそれぞれに自分で自ら育つ力っていうのを持ってる。で、親は、ね、特に伸ばすのが上手な親御さんっていうのは、その自ら育つ力というものがうまく使えるように応援するスタンスで関わっています。自分が親の側が決めたレールに子どもをはめ込んで従わせようということはしません。そんなことしたら結局うまくいかないことを知ってるから。だからやらせる、また取ってつけた褒めるじゃなくて、本人自身の取り組みを見つけてあげる、でそのことを伝えてあげて、こんな力あるんだねっていうことを気づかせてあげて、じゃあそれ使って次どんなことできるか楽しみにしてるから頑張ってると応援してあげる、その繰り返していいんですよね。
親としてのごく素直な気持ちで関われば大丈夫なので、そうした中でよく見てそこから気づいたことを褒める、その日々を重ねていただければと思います。お子さんとの関わり方ね、褒める叱るということを改めて考え直す、足元を見つめ直す機会にこの動画がなれば嬉しいなと思っています。子ども本来の力を見つけ出す、見守る子育ての小川大輔でした。